ブレブレ人の山本です。本日もウェブストアにアップする商品をご紹介していきます。本日ご紹介する商品が、2月29日の夜21時にアップされる商品となります。商品のお問い合わせ等は掲載後にウェブストアの方にお願いいたします。詳しくは概要欄に貼っておりますので、そちらご確認のほどよろしくお願いいたします。では T シャツからご紹介していきます。まずチャンピオンティーからですね。じゃあトリコタグのラージ表記ですね。50-50のボディになっております。でツートンですね。ネイビーとホワイトのツートンで、フロントに85番のナンバリングと、まあ、ラバープリントですね、アーチで入っております。で、まあ、コンディションとしまして、そこまで、着用に支障が出るダメージとかは見受けられないですね。やや使用感ありの感じですかね、はい。でラージ表記ですが、僕でも、まあ、ちょっとタイトめにはなりますが、全然着用は可能ですね、はい。いいプリントだと思います。こちらで7800円と消費税になります。続きましてもフットボール T シャツ、タグがこちらですね。LL ビーンとラッセルのダブルネームのエクストララージですね。メイドイン USA の、まあ、ソリッドのフットボールティーの長袖というか、まあ、8分丈ぐらいの、はい、フットボールになります。でこちらにタグがつきますね。 XL となります。これ入荷した時いいなと思いました、まあ、ちょくちょくこの辺ちょっとピンホールがあったりとかはしますが、全然もうちょっとフェードしてるし、いい感じの雰囲気出てると思います。はい、XL 表記で、はい、こちらで、まあ、僕で合わせると結構大きめになるかなと思います。これめっちゃいいと思います。マジでおすすめです。こちらでお値段が7800円と消費税になります。続きましてジミーズの一着ですね。タグはこちら、はい、ラージ表記ですね、はい。下のタグはちょっとカットされちゃってますね、はい。イエローボディにこちらプリントが入ります。ジミーズ、こちら84年のコピーライト入りですね、はい。デザインいいですね、はい。シングルでバックモード用のプリントが入ります、はい。こちらもダメージとかはなさそうです。ラージ表記ですが、84年にしてはしっかりラージサイズの掘ってると思います。こちらでお値段の方が19800円と消費税になります。続きまして、ビューティー&ビーストですね。美女と野獣の一着、はい。オニータのラージ表記ですね。100% コットンのボディのこちらですね。ロゴのみプリントですね、はい。なんかスウェットとか刺繍とかいろいろパターンあると思いますが、ロゴ意外とない気がします。ちょくちょっとここにピンホールがあったりとかはしますが、ボディ自体もしっかりシングルステッチで、はい、まあ、特に言うことはなさそうですね、はい。めちゃめちゃいいと思います。ラージ表記で、まあ、僕で緩く着れるいいサイズ感だと思います。まあ、多分着丈も今着てる T シャツと同じくらいだと思います、はい。こちらで12800円と消費税になります。続きましてドラゴンボールの T シャツ、はい、あれはこちらですね、はい。L 表記の 100% コットンのボディですね。こちらは一応アッセンブルドインメキシコですね。で2000年のコピーライトがタグの裏についてます。でブルーのボディでフェードしてます。孫悟空、ご飯悟空のプリントですね、はい。Z ですね、はい。僕は世代ですね。バックが逆に無地っていうちょっと珍しいです、はい。全体的な、まあ、フェード感がある個体ですね。あ、すいません、袖にも申し訳ないです。プリントが入りました、はい。で、こちらラージ表記で、まあ、僕で緩めに着用できるサイズ感です。形いいと思います。こちらでお値段の方が12800円と消費税になります。安いと思います。続きましてベジータの一着ですね。タグがこちら XL 表記ですね。こちらも、メキシコですね。アッセンブルのインメキシコの2002年のコピーライトがタグの後ろについてます、はい。こちらもドラゴンボール Z のフロントベジータのプリントです。若干ちょっとブリーチ飛びがあります、はい。が、まあ、バックプリントが、はい、めちゃめちゃベジータしてます、はい。まあ、ピンホールとかはなさそうですね、はい。コンディションは言うことないです。 XL 表記で、まあ、僕で側と大きめに着用できるサイズ感です、はい。こちらでお値段の方が、19,800 円と消費税になります、はい。続きまして、ムービー T シャツですね。タグがこちらフルーツオブザルームのエクストララジ表記ですね。 100% コットンのボディにこちらプリントですね。2000マニアックスですね。2000人の狂人っていう64年公開のホラー映画の T シャツでした。調べたら、はい、まあ、一応映画自体は古いんですが、まあ、ボディ自体80年代から90年代ぐらいのものになります、はい。バックアムジですね。コンディションは良好だと思います。 XL 表記で、まあ、僕でちょっとフルーツなんで着丈は長いかなと思います、はい。全然調整できると思います。こちらで12800円と消費税になります。続きましてこちらですね。タグの方がちょっと欠損してますが、ボディはダブルダブルですね。じゃあフラッグと入ってます。まあ、ちょっと見覚えがあると思いますが、あのブラックフラッグのアートワークをしているレイモンド・ペティボンの T シャツになります、はい。でバックは無地になりますね、はい。でサイズも結構大きいですね。状態はいいですね。状態良しでサイズも
なんなら 2XL くらいあるんじゃないかなと思います。はい、着丈はそこまで長くないので着やすいと思います。おすすめですね。こちらで 19,800円と消費税になります。続きましてラルフローレンのネルシャツですね。タグはこちらです。 XL 表記ですね。はい、インド製です。はい、の、こちらのシャツになります。はい、タグはこちらにつきます。はい、ツーポケの仕様ですね。はい、でバックはこのような感じ、なんか色味ちょっと40みたいな色してますね。はい、ちょっとマッチはつかないです。で、こちら XL 表記で、まあ、僕で合わせると、まあ、意外と XL くらいのサイズ感ですね。はい、着やすいと思います。こちらで7800円と消費税になります。続きまして、スウェットに入っていきます。まずこちらですね、ディスカスの、こちらエクストララージ表記の、50-50 のボディですね。はい、の、グレーのパーカーになります。ラグランスリーブでしっかり紐も残ってますね。はい、紐残ってます。僕これのブラックの L 持ってるんですけど、めちゃめちゃ使いやすいです。あの形が良くてちょっとここブリーチ飛んでますね。はい、でバックはこのような感じ。あとはまあフード付近ちょっとやや使用感ありっていう感じです。はい、XL 表記ですが、まあ、着丈短めですごい着やすいと思います。残ったら欲しいです。こちらで7800円と消費税になります。続きまして、ラッセルのチェックですね。こちらタグがアメリカ製の 2XL 表記ですね。こちらは 55% ポリエステル 45% コットンで 50-50 じゃないちょっと変わった配合のものになりますが、暗めのグレーで3段プリントです。はい、カレッジのラバープリントですね。はい、ちょっとウィングフットに見えるですね、遠くから見たら。はい、でピスが入ってます。はい、しっかりでバックは、はい、しっかりナンバリングがございます。はい、いいですね、面白いと思います。 XL 表記ですがラッセルなので着丈長くないので全然着やすいと思います。はい、こちらでお値段の方が9800円と消費税になります。続きましてイエールの一着ですね。タグがこちらですね。はい、ベルバシンタグですね。サイズ表記が L 表記ですね、うっすら残ってます。はい、のイエール、はい、ホワイトボディのイエールのラバープリントですね。はい、ラバーじゃない、フロッキープリントかですね。はい、でちょっとやや使用感はあります。はい、ですが、まあ、雰囲気はかなり出てると思います。ダメージとかはなさそうですね。はい、L 表記でラグランスリーブ、まあ、間違いなく着やすいサイズ感だと思います。はい、こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。はい、続きましてラッセルの少し変わり種の一着ですね。タグがこちらです。はい、ラッセルの L 表記ですね、アメリカ製の一着になりますが、こちらルイカラーのものになります。ネイビーと、グリーンのツートンになります。で一応紐も残るコンディションですね。はい、でラッセルのピスがつきまして、はい、バックもこのような感じで、はい、コンディションは言うことなさそうですね。 L 表記ですが、まあ、僕で緩めに着用できるサイズ感です。はい、形いいと思います。こちらでお値段の方が、9800円と消費税になります。続きましては、こちらパーカーですね。タグの方がすいません、こちらですね、ラッセルの M 表記ですね。はい、アメリカ製です。うちはアンドベルベルジャーあんまり M 表記入ってこないので、ちょっと探されてた方おすすめです。でラッセルのピスが入りまして、コンディションも特に言うことはなさそうです。はい、状態と思います。 M 表記ですが、まあ、僕でちょっと緩めっていう感じです。インナーとかだとすごい使いやすいと思います。色味もいいと思いますので、おすすめです。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。安いと思います。続きまして、こちらラッセルのハーフジップですね。はい、で、こちらタグがラッセルの L 表記ですね、アメリカ製ですの3トーンのハーフジップですね。ちょっとフロントですね、やや左身頃のところにちょっとやが汚れがあります。はい、あとピスがございまして、まあ、バックとかは、汚れとかはなさそうです。ダメージとかもないです。はい、L 表記でこちらも形よく、はい、緩く着用可能かなと思います。はい、こちらでお値段の方が、9800円と消費税になります。続きまして、リバースイーブのご紹介です。まずこちらからですね、アメリカ接種タグのラージ表記の目つきの、まあ、グリーンですね、エメラルドグリーンのような色味 でこちらちょっとあの、ブリーチが飛んだ一着になります。めちゃめちゃ雰囲気出てると思います。袖とかも結構散ってますね。はい、こちらもそうですね、袖付近ちょっと散ってたりします。バックはそこまで散ってないです。はい、ダメージとかはないんですけど、なんかちょっと雰囲気出てる一着かなと思います。ラージ表記で僕で緩めで着用です。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。チャレンジしやすいと思います。続きまして、こちらも
目付きリバース、はい、こちらアメリカ製シュータグですね。エクストララジオキのネイビーの目付き、逆にこちらはそうですね、コンディションは良い一着ですね、はい、でバックはこのような感じ、はい、文句なしの状態ですね。 XL 表記で、まあ、僕でがワット大きめに着用できるサイズ感です。こちらで15,800 円と消費税になります。続きまして、はい、ピンクモックですね。タグはこちらトリコのラージ表記の、こちらですね、あのステッチがピンクになっているこのパターンですね、はい、で結構あの染まってるタイプと染まってないタイプがあって、これは染まってる方のしかも目なしっていう、はい、めちゃめちゃいい着だと思います。若干ちょっとダメージと汚れがあるかなというようなコンディションにはなります。でバックアップのような感じ、はい、綺麗な一着ですね。これはラージ表記で、まあ、緩めに着用できるサイズ感ですね。リブもちょっといい感じに伸びてて着やすいと思います。はい、こちらでお値段の方が 19,800 円と消費税になります。続きまして染み込みですね。続きまして、はい、トリコタグエクストララージ表記の染み込み2段ですね、はい、ちょっとこの辺なんか染み込みプリントもフェードしてる感じ、めちゃめちゃ雰囲気いいと思います。ダメージとかは、まあ、ちょくちょくですかね。それでちょっと気持ちダメージがあるかなくらいですね、うん、その他は見られないかなと思います。はい、で XL 表記で僕で大きめに着用できるサイズ感です。めちゃめちゃいい染み込みのリバースだと思います。こちらでお値段の方が 19,800 円と消費税になります。続きましてスナップカーディガンですね。タグがこちらアメリカ製シュータグのラージ表記の目付きのスナップですね。あのグレーのタイプですね、はい、シルバーのタイプもありますが、まあ、こちらはお好みで選んでいただけたらと思います。でバックはこのような感じ、はい、状態はいいことなさそうです。ラージ表記で作り大きめです。で、まあ、XL くらいの体感 XL くらいのサイズ感ですね、はい、こちらでお値段の方が 15,800 円と消費税になります。続きまして、セーター類に入りますね。まずコットンニットからです。タグの方がちょっとすいません、ランズエンドですね、はい、メンズ M 表記としっかり入ってます。アメリカ製のタグ、しっかり古いやつですね。でしかもメンズの M っていうのがいいところですね、このイエローボディにちょっとここダメージがネックのところにあるかなくらいのコンディションですかね、うん、その他は問題なさそうです、はい、でメンズミディアムで、まあ、僕でジャストですかね、ちょっと緩いくらいのサイズ感です、はい、めちゃめちゃいいイエローだと思います。おすすめですね。こちらで7800円と消費税になります。はい、続きましてこちらですね、レギュラーの、セーターになります。タグはこちらで、100パコットンの M 表記ですね、はい、香港製の一着になります、ね、はい、ブラックベースのダイヤ柄です、はい、いいですね、配色もいいと思います。でバックはこのような感じで、コンディションは特にいいことはなさそうです、はい、ミディアム表記ですがちょっと大きめかなと思います、はい、L くらいあるかなと思います。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。続きまして、はい、こちらのセーターになります。コットン、トレイダースと入ってますね。でタグ切れてるんですけど、上ら辺ちょっと XL かなっていう表記の残りが見えます、はい、実寸 XL くらいありますね、アンドでちょっとアンドベルベルジンでちょっとまとまって入った 3D セーターの一着になります、はい、配色もいいですね、はい、使いやすいと思います。で XL なので僕でガワッと大きめに着用できます。これ実数測ったんですけど、肩幅60後半ぐらいめちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段の方が9800円と消費税になります。続きまして、メキパです。タグがこちらです。はい、XL 表記ですね。で、こちらはグリーンベースのストライプのメキパになります。はい、コンディションもまあそうですね、ほつれとかはなさそうですね。フードのとことかも全然まだまだ着用していただけると思います。でバックはこのような感じです、はい、で、XL 表記なのでこちらも大きめにガバッと着用できるサイズ感となっております。はい、文句なしですね。こちらで7800円と消費税になります。続きまして大きいのセーター、これおすすめです。はい、タグはこちらですね。チャイナ製にはなるんですけども、このデザインですね、はい、めちゃめちゃ洒落てると思います。V ネックでブラック使われてて、はい、めちゃめちゃいいですね。 OP の刺繍もしっかり入ります。でバックはこんな感じ、はい、状態もいいことないですね。いいですね。これは L 表記で、まあ、ちょっと緩めに着用できるサイズ感です。おしゃれな古着だと思います。こちらで9800円と消費税になります。続きまして、フィッシャーマンセーターですね。タグがこちらですね、はい、スコットランドとしっかり表記ありますね。 XL 表記
の、フィッシャーマンセーターです。状態に関しましてもそうですね、脇下とかも問題なさそうなので、はい、状態はいいと思います。はい、で XL 表記なので、まあ、僕で大きめに着用できるサイズ感かなと思います。まあ、女性の方が大きめに着ても可愛いと思います。こちらで7800円と消費税になります。続きまして、ウールカーディガンですね。タグがこちらですね。サイズ表記 L 表記ですね。まあ、60年代ぐらいですかね。グレーボディ、しっかりポケ付きなのがいいところですね。はい、ボタンも完璧です。はい、コンディションとしましては、まあ、使用感はややありますが、汚れダメージとかは、見受けられないかなと思います。はい、いいと思います。 L 表記で、まあ、緩めに着用できるサイズ感だと思います。はい、こちらでお値段の方がですね、7800円と消費税になります。続きまして、本日セーターだとまあスペシャルになりますが、タグはちょっともう切れちゃってますね。はい、でブラックのショールカラーの一着になりますね。でイエローのラインが1本だけ入る、めちゃめちゃいいですね。しゃれてますね。はい、で状態としまして、ちょっとこういうほつれがちょくちょくあったりとか、バックにちょっとこうリペアがあったりとか、ちょっとアズイズコンディションにはなってますので、この辺もちょっとほつれてたりはしますので、まあプライス的にもまあ手の取りやすい一着かなと思います。しかもブラックベースなので僕で合わせてもちょっと緩めに着用できるかなと思います。はい、いいですね。こちらでお値段の方が49,800円と消費税になります。続きましてベストをご紹介します。はい、タグの方が、ちょっとすみません、こっちですね、ポケットにありまして、ちょっともうインジャーもちょっと薄くなってて読みづらくなってるんですけど、 XL 表記と、はい、サイズの記載はしっかり読んでますね。でこちらが、リバーシブルのタイプですね。裏地はこのカラーです。で状態としましても、特段なんかこう薄汚れとかも見られないです。めちゃめちゃ使えると思います。 XL 表記なので、まあ僕で大きめに着用できるサイズなんです。これめっちゃいいっす、ね、使いやすいと思います。こちらで7800円と消費税になります。続きまして、リーバイスのレザーの、ベストですね。タグはこちらです。で、L 表記となってますね。スウェードの、まあ、ウエスタンヨークのモチーフのベストになります。オレンジタブスモールイですね。はい、フロントはスナップボタンですね。スナップボタン仕様です。で、ボアも若干ちょっと使用感はありますが、全然着用していただけると思います。スウェードの状態も悪くないです。はい、バック綺麗ですね。はい、で、サイズ表記が L 表記ということで、まあ、僕でちょっと緩めに着用できるサイズなんです。こちらでお値段の方が15,800円と消費税になります。続きまして、パタゴニアのハーフジップフリースになります。タグがこちらですね。サイズ表記のはこちら、すいません、 M 表記ですね。はい、M 表記のネイビーボディですね。薄めのフリースになってます。はい、でパタゴニアのタグがつきまして、バックはこのような感じで、まあ、状態も悪くないと思います。はい、で、サイズは M 表記なので、まあちょっと、まあ、本当に M っていう感じのサイズ感ですね。僕だとジャストサイズで、まあ、インナーとかにすごい使いやすいと思います。こちらで、5800円と消費税になります。続きまして、こちらはノースフェイスの一着ですね。タグがこちらです。 L 表記ですね。ノースフェイスのフルジップのパーカーになります。これはフリースじゃないですね。ちょっとこうなんていうか、アクティブ用のちょっとストレッチ伸縮性の効いた、はい、一着になってます。はい、でバックはこれな感じですね。状態はいいと思います。で、サイズ表記が L 表記で、まあ、こちらも僕でちょっと緩めで着用可能なサイズなんです。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。続きましてもノースフェイスのフルジップで、こちらノースの L 表記ですね。はい、のフリースになります。はい、でしっかりポケもつきますね。はい、コンディションもいいことありません。はい、で、L 表記なので、こちらはちょっと作り大きめかなと思います。僕で緩めに着用可能です。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。続きまして、こちらもノースのフリースになります。タグの方がこちらですね。はい、サイズが L 表記と記載ございます。で、こちらはネイビーと、まあ、グレーの配色でですね。はい、で裾はしっかりナイロン生地で、ドローコードがついております。でバックですね。こういう感じ。コンディションもめちゃめちゃいいと思います。はい、L 表記で僕で緩めに着用できるサイズ感です。まあ、ブラックとかも人気ですが、この辺これもちょっとなんかおしゃれに見えてきますね。はい、いいと思います。こちらで12,800円と消費税になります。
続きましてデッドストックの一着になります。タグがこちらポロラルフローレンパフォーマンスと入ってます。なのでちょっとこう伸縮性のある一着になってます。デッドストックなのでこちらサイズのシールも、はい、残ってます、はい、で、はい、こちらフラッシャーも残ってますね、はい、で、こちらは、ボタン、ハーフボタンですかねの、タイプです。でワンポケでそうですねデッドストックなので状態は完璧です。はい、左袖のところにこちらレザーのパッチがついてます、はい、で、まあ、現段階で、まあ、合わせると、まあ、LXL くらいのサイズかなと思います、はい、こちらでお値段の方がデッドストックで9800円と消費税になります。続きまして入ってましたアディダスの一着ですね。タグがこちらですね、はい、アディダスの、こちらベンテックスの表記ですね。この間ブルーが入ったんですけど、エンジのパターンですね、はい、しっかりこちら、刺繍が入ってまして状態も、うん、めちゃめちゃいいと思います今回も、はい、文句なしです、はい、でサイズもこちら、まあ、僕で合わせると体感前ラージくらいのサイズなんですかね。ちょっと緩めに着用できます。女性の方にもおすすめの一着です、はい、こちらで 69,800 円と消費税になります。続きまして、ミリタリーテイストの一着ですね。タグはこちらです、はい、XL 表記のアメリカ製の一着になるんですが、そうですね、はい、国旗のしっかりタグもついてます、はい、でエポレット付きの、はい、ユーティリティジャケットですかね、はい、になりますね。フォーポケの、はい、でバックはこのような感じです、はい、ネイビーグレーみたいなの間の色でちょっとフェードしてる雰囲気です、はい、ちょっと雰囲気ありますね。XL 表記なのですが、そこまで大きくないですね。僕でちょっとより緩めに着用可能なサイズなんです。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。続きまして、こちらですね。サイズ表記の方が M 表記で、内タグが、一応ございます、はい。こちらですね。こちらのタグがつきます。スウェードと入ってます。サンスウェードですね、はい。ハリウッドジャケットですかね。で一応その、襟のところにもしっかり、ね、はい、飾りステッチがついてたりとか、はい、スウェード生地もめちゃめちゃ状態はいいと思います。まあ若干の薄汚れはどうしてもちょくちょくございますが、はい、全然状態は悪くないと思います、はい、バックはこのような感じ、はい、で、表記は M ですが、まあ、作り大きめだと思います。体感 L くらいあるかなと思います、はい、いいですね。こちらでお値段の方が、49,800 円と消費税になります。続きましてウールのショートだけのコートになりますね。タグがこちらです、はい、サイズ表記とかはちょっともう、はい、見えなくなってますね。で、グレーベースのストライプですね。ヘリンボーン、仕様の、はい、ウールのストライプになってます、はい、でしっかり、ボタンもくるみも完品ですかね、はい、完品で残ってます、はい、ウールの状態も全然、うん、問題ないと思います。バックはこのような感じ、はい、でこちら SML で言ったら L くらいのサイズ感です、はい、肩パッドちょっと入ってますが、はい、まあ、緩めに着用できるサイズ感かなと思います、はい、こちらでお値段の方が、39,800 円と消費税になります、はい、続きましてノースエースのジャケットになります。タグの方がですね、こちら、はい、ノースフェイスですね。 L 表記となってます。でブラウンカラーでポケットの形状がちょっと2ポケのタイプで、袖にもしっかりついてます、はい、両袖に、あ、こちら片袖ですね。片袖についてまして、でオールブラウンなんですよ。めちゃめちゃこれちょっといいなと思いました。ドローコードもしっかりついてます、はい、ちょっと生地厚めですね。フリースですが、はい、でバックはこのような感じ、はい、まあ、若干使用感はありますね、肘とか、まあ、でも全然着用に問題が出る感じではないですね。L 表記ですが、まあ、僕で大きめに着用できるサイズ感です。これおすすめです、かなり、はい、こちらでお値段の方が9800円と消費税になります。続きまして、グッドイヤーの、こちらですね。タグはスイングスターですね、の M 表記のダウンジャケットです、はい、で、綺麗なブルーですね。で袖に、3本線ホワイトのラインが入ります。でフロントにちょっと汚れがあるかなという感じですが、しっかりスナップも生きてますね、はい、で、しっかりジッパーもちょっと見せれないですが、こちらついてますね。でバックはこのような感じです。バックはそこまで汚れとか目立つ汚れとはないかなと思います。 M 表記ですがちょっと作り大きめだと思います。アグランスリーブですので、はい、着れる方多いと思います。こちらでお値段の方が、
12,800円と消費税になります。続きまして、こちらダウンジャケットになりますが、こちらですね、ギャップの一着ですね、はい、ラージ表記ですね。でダウンのこれはこちら 75% ダウンですね。しっかりあったかいと思います。はい、同じですが、はい、しっかり内ポケですね、ついてます。こちらとこっちはジッパー付きの、はい、内ポケがついております。はい、しかもブラックのデザインはソリッドです。はい、ロゴとかも入りません、ね。はい、めちゃめちゃいいですね。で裾に、ドローコード付きです。これ縛ってちょっと 丸っぽいシルエットで着ていただけたらなと思います。でバックアップの感じ、はい、状態はいいと思います。サイズは L 表記ですが、こちらを決めにガバッと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段の方が9,800円と消費税になります。続きましてカーハートの一着ですね。タグが、こちらですね。サイズ表記はちょっともう消えちゃってますね、見受けられないです。はい、ブラジャーしっかりブランケット付きのタイプですね。はい、カバオンタイプ、はい、フォーポケでしっかり、カーハートのタグも残りまして、コンディションがめちゃめちゃいいですね。はい、ほんとちょっと数回洗ったくらいのコンディションです。はい、生地まだ硬いです。でフードも付いてます、しっかり。はい、カーハートと入ってます。はい、文句なしのコンディションです。で、こちら、まあ、SML で言ったら全然 XL くらいのサイズ感かなと思います。はい、コンディション重視の方におすすめのカーハートです。こちらで 19,800円と消費税になります。続きまして、こちらですね、リーバイスの一着ですね。レザーパッチが付きます。はい、ボアジャケです。ちょっと変わり種ですね。はい、でフロントスナップで、はい、でジッパーになってますね。はい、なんか 24MJ みたいな形してます。はい、でケミカルウォッシュの一着ですね。はい、で袖の、コンディションとしまして、ちょっとこういうパンクしてる感じ、はい、めちゃめちゃ、まあ、逆に面白い一着かなと思います。でバックはこんな感じ、はい、裾にちょっとちゃんとリブついてます。で、まあ、僕で合わせるとそうですね、まあ、SML で言ったら LXL くらいの大きめの肩幅しっかりあると思います。こちらでお値段の方が 12,800円と消費税になります。変わり種です。続きまして70505ビッグイです。はい、パッチこちらですね、薄く残ってるんですけど44の表記残ってます。で赤タブが、こちら、すみません、スモールイでした。スモールイの、70505です。はい、まあ、色はまあ中間色ですね。でコンディションとしまして、この辺ちょっとパンクしてたりとか、襟元がちょっとこうリペアかなり叩かれてはいますが、まあ、雰囲気はいいと思います。それとかちょっとステッチが抜けてたりとか、まあ、まあでもこの色落ちなので結構もう雰囲気系に振っちゃっていいと思います。バックもちょっとこの辺ちょっとステッチが抜けかけてたりはしてます。はい、で、こちらも実寸が44でした。はい、まあ、僕でいる目で着用できるサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が、49,800円と消費税になります。はい、続きまして70505びっくりですね。はい、パッチは、欠損してます。で赤タブがびっくりとなりますね。でも色味がめちゃめちゃ黒いです。はい、めちゃめちゃいい色だと思います。バックアップのような感じ。コンディションとしましては、まあそうですね、ダメージとかじゃないんですけど、まあ襟とかは若干色は落ちてる感じ、まあちょくちょくちょっと色が、箇所によっては落ちてるところはありますが、もう全然濃いですね。はい、めちゃめちゃ雰囲気あると思います。で実寸こちら44、はい、でかい、まあ、ビッグサイズをお探しの方、はい、めちゃめちゃいい一着だと思います。こちらでお値段の方が98,000円と消費税になります。はい、続きましてシューズを1点ご紹介していきます。まずニューバランスですね。じゃあタグですね、996メイドイン USA ですね。サイズ表記の方が、こちらです、US9.5と表記ございます。はい、で、コンディションとしまして、そうですね、ソールとかも全然綺麗です。かかと全然削れてないです。はい、まあ、表地のスエードはちょっとこういう風に擦れた感じになってますが、表情逆にいいですね、育ってて。はい、色味も最高だと思います。こちらでお値段の方が 15,800円と処理されています。で、続きましてパンツ類ご紹介していきます。まずコーデュロイですね。ブーツカットの一着ですね。でコインポケット付きなんで517の構図ですね。はい、で42タロン採用されてます。で状態めちゃめちゃいいと思います。はい、で、白タブスモールイです。はい、そうですね、コンディション問題ありません。で、実寸3430、めちゃめちゃバランスいいと思います。お探しの方の多いサイズですね。こちらで9,800円と消費税になります。
続きましてカーハートの一着ですね、自宅がですねこちらメキシコメイドのものになります。3232の表記ですね、はい、3232の、デニム地ですね、カーハートの、はい、ペインター仕様です、はい、バッカーこんな感じです、はい、カーハートのパッチもしっかりついてますね、はい、綺麗なのはアイスブルーですね。実寸3332です。ウエストが1インチ伸びちゃってます。まあ、緩く履けるいいパンパン、そうですね、普段履きにいい一本かなと思います。こちらで9800円と消費税になります続きましてブラックデニムですね、はい、パッチ表記から、はい、560ですね。3632のオレンジタブスモールです。はい、ブラックのいい感じのフェードです。はい、でフロントもこんな感じです。ヒゲとか出てるってわけじゃないんですけど、いい雰囲気の一本だと思います。ジッパーフライですね、もちろん。こちら、3632の実寸、表記通りです、はい、緩めに履きたい方、はい、いいと思います。こちらでお値段の方が12,800円と消費税になります。はい、続きまして、こちらは505ですかね、はい、505-3032の表記ですね。で赤タブスモリーです、はい、でちょっとバックペンキ飛びが1点ございますね。でフロントの色落ちめちゃめちゃ綺麗です。フロントにもちょっとペンキ飛んでる感じ、はい、この辺人気なところかなと思います。はい、で実寸が3031ですね。ちょっとレングス長いですが、ちょっと溜めて履きたい方、ルーズに履きたい方、はい、いいサイズ感、いい色味だと思います。こちらで12,800円と消費税になります。続きまして、こちらはボタンフライ501ですね。3230の表記です。で赤タブがスモリー、はい、しっかり赤タブ残っています、はい、まあ、ちょっとなんか、左のポケット下らへんちょっと色は落ちてますね。でフロントこちらですね、ヒゲも、ね、何本か出てて、はい、雰囲気はいい、しっかりアメリカ製ですが、はい、しっかり 色味も、はい、いい感じに出た一本だと思います。こちらが、実寸3027、はい、そうですね、めちゃめちゃバランスいい一本に、育ってると思います。こちらで15,800円と消費税になります。はい、続きまして、こちらは、毛羽だった感じですね。501ですね。ちょっとパッチの表記はもう見えなくなっちゃってます。はい、赤タブしっかり残ってます。めちゃめちゃ毛羽立ちの一本です。はい、濃いですね。しっかりもちろんボタンフライです。はい、文句なしのコンディション。はい、で実寸が3230。こちらもバランスいいと思います。はい、いいですね。文句なしです。こちらで19,800円と消費税になります。続きましてめちゃめちゃいいですね、雰囲気。ブッシュの、こちらオレンジタブ、はい、ビックイですね、ビックイの、ブッシュパンツ、はい、バックポケットこちらちょっとリペアが叩かれてますが雰囲気はいいと思います。はい、いいですね。フロントも、ジッパーがですね、すいません、こちら42タロン採用されてます。はい、この色味ですね、いいですね。で、リングスはですねこちら、そうです、あ、当時上がってると思います、シングルステッチ。はい、で実寸が、こちらが3231、まあ、こちらも全然ゴールデンだと思います。緩めに履ける一本かなと思います。いいですね。こちらで、59,800円と消費税になります。続きまして、はい、これは綺麗な色味ですね。パッチは欠損してます、ね、で、サークル R となってまして、シングルステッチですね。こちら66前期の一本になります。でバックポケットこちらリペアがちょっとありますね、叩かれちゃってますが、綺麗になんかちょっと水色っぽくフェードした一本となっております。はい、フロントもしっかり縦落ちしてますね。でレングスは上がってると思います。はい、上がってますね。はい、で実寸の方がですねこちら、3328ですね。これ神バランスですね、ですね、はい、おすすめの一本です。これカットオフとかしちゃっていいと思います。こちらでお値段の方が49,800円の消費税になります。はい、続きまして、こちらめちゃめちゃ凄まじい色落ちの1本、はい、501の3434表記です。はい、赤タブがスモール E のポケットラシングルステッチですね。66前期の年代です。はい、でバックもそうですね、蜂の巣も若干見えてます。はい、でフロントですね、もうこの色落ちですね。でポケットのところちょっとこうクラッシュというかダメージがちょくちょくあります。またもちょっと、はい、ダメージきてますね。はい、で膝のとこも、はい、ちょっとクラッシュはしてますが、雰囲気はいいですね。でレングスもオリジナルですね。ちょっとほどけちゃってますが、これはちょっとジャンクな感じで履いていただけたらなと思います。はい、でこちら、3331の実ですね。はい、うまく縮んでる、いいサイズ感かなと思います。でこちら66前期で、12万8000円と消費税になります。
続きまして、こちらですね。ちょっと細身の1本ですね。ちょっとこちらパッチ、読み取れにくいんですが、501の、ニック、そうですね、レングスちょっと読み取れないですね。で、ビッグインとなっております。はい、ニックなので、まあ、ちょっとレディースサイズ、細身の男性サイズになってますね。なんかちょっとペンキ飛んでる感じとか、はい、いいですね。でフロントも、はい、いい感じに当たってると思います、はい、でレングスオリジナルですね、はい、で実寸がこちらニッパチニッパチです、はい、なので、まあ、表記は30かなと思いますけど、はい、まあ、ニッパチニッパチなんで、まあ、僕でかなりピタッとなるサイズなんです、はい、入る方おすすめです501ビッグイでこちら59,800円と消費税になります。はい、続きまして、これ凄まじい1本ですね。ジッパーフライ505ですね。はい、の、ビッグイですね。はい、いいっすね。パッチはちょっと欠損してますが、まあ、アーキュートもちょっと抜けちゃってます。はい、で、ウエストはそうですね。こちらチェーンステッチになってますね。で、しかもこれは、まあ、この色落ちもそうなんですが、耳付きの1本となってます。で、レングスもオリジナルだと思います。で、ジッパーも一応見せておきますが、こちらですね。はい、スコービルジッパーです。で、こちら、実寸が3、4ニックですね、はい、めちゃめちゃバランスいいと思います、はい、この色落ちなかなか出会えないと思います。ビビッときた方マジでおすすめです。505ビッグイ赤耳で、こちら3、4ニックで、158,000円と消費税になります。続きましてこれもめちゃめちゃオーラ出てますね。サイドステッチ長いです、はい、レザーパッチクシャってなってますね。ジャーキーしてましてセンターループで、こちら片面ですね、はい、片面の1本ですね。でバックポケットちょっとクラッシュしてますね。でバックもそうしてちょっと生地が薄くなってたりはしますが、まあリペアして履いていただければなと思います、はい、でちょっとそうですね、ステッチがちょっとここの辺内股のところちょっとほどけてたり、でフロントもそうなんですが、ちょっと股の部分ですね、ちょっと股のステッチがちょっと、飛んじゃってますが、まあちょっと縫えば治ると思います。まあ、でもこの色落ちですよね。めちゃめちゃいいと思います。はい、片面らしい色落ちです、ね。で、レングスはオリジナルですね。はい、で実寸の方が、こちら、3633。ちょっとレングスは長いんですが、もうこの粒といストレート、はい、逆にルーズに、まあ、振っちゃってもいいと思いますし、まあ、太めにロールアップして骨に入っちゃってもいいと思います。はい、めちゃめちゃ綺麗な色落ちの片面。はい、こちらで3633で、398,000円と消費税になります。続きましてラストですね。本日スペシャルです、はい、リーのセンターレッドですねのマタリベ付きですね、はい、最高ですね。 11B です、はい、で色味としましてももう、まあ、9割と言っちゃっていいかなと思います。でバックの、はい、レザーパッチも残ってます。ピスもしっかり、はい、残ってますね、はい、ちょっと太めなんであのポケットが左右に出てる感じとかいいですね。でレングスの方がですね、しかもこちら耳付きの、はい、ちょっとまあチェーンで上がってるとは思いますが、綺麗に上げられてますね。この細さなので、まあ、ここから育てていける一本だと思います。めちゃめちゃいいですね。はい、こちら、実寸が3630です。はい、まあ、こちらもゴールデンかなと思います。はい、こちら、まあ、お探しだった方、ぜひ、こちらでお値段の方が598,000円の消費税になります。最後までご視聴ありがとうございました。ベルベル人でですね、今スタッフを募集しております、履歴書など、店頭に直接お持ちいただいても構いませんし、郵送での対応も、可能です。一度お問い合わせいただけましたら、ご対応いたしますので、皆様ご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。